はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。1時まもなく25分になろうとしています。7月の4日月曜日でございまして、日経平均はプラス122円と上げ幅を縮めておりますね。ドル円 135.134、 うにゃうにゃしてますね。なぜか135円台。130前は、香港、落ち着いてますね。マイナス129ということで、まあ、若干下がってますけど、まあ、こんなもんでしょう。アメリカのね、今日は独立記念日で多分お休みなんですけど、どうでしょうね。時間外でマイナス214とか226が出てますね。原油変わりません。 108.05 でうにゃうにゃしてます。ビットコインですね。注目ビットコインの現在は19,191ドルですね。これは動いてるのかな。19,109ドル、今122になりました。よう動くわここは。注目のドルウォンでございまして、1298.01というのが来てます。まあ、今日もキャンキャンやってますね。動きがあります。そのウォンの国なんですけども、ユン・ソンニョルさん、マドリードでですね、キシャンと5回接触したというふうに向こうの報道がありますけども、日本側の報道はほとんどありません。で、どう言いますかね、さっきも言うたんですけど、首脳会談さえすればなんとかなると思ってる節があって、ユン・ソンニョルさんもそう思ってる節があったんですけども、どうやらその儚い思いが砕けたようでございまして、今後非常な困難が予想されています。うまくいくんちゃうかという観測記事もあるんですけど、行くわけないやんと私は思うんですね。で、時間は彼らにとって不利なんです。日本にとって有利かというと、別に日本が有利になるということは何もないんですね。彼らがどんどん自分で取った一人相撲を負けに負けに負けを重ねてですね、さらに負けが加わるという状況になっています。2018年だったと思いますけども、出ました、2019年に出た、いわゆる朝鮮半島出身者が戦時中に日本企業に雇用されていた問題について、その慰謝料払いという判決が出ました。強制徴用工で僕は言ってますけど、実際は志願工でございまして、働きたいね、雇ってくださいって言ってきた人、あの時の あれが雇用条件が良くなかったとかって言うて、慰謝料払いという判決が出て、それが確定したのが19年の末だったと思いますけども、それから早3年、19年末でしょ、そうですね、3年近く経ってるわけですね。ちょっと待って、19年かな、ちょっと待って、もう長い時間、18年やったかもしれませんね、徴用工判決。徴用工判決、いわゆる徴用工判決というのは、18年か、18年ですね。だからもう4年近く経ってるんですけども、その、差し押さえた日本企業の資産、まあ、しょうもない資産を差し押さえてるんですよ。商標とか、何だろうな、特許料とか、なんかそんなしょうもない、いかにも現金化しにくい、あるいは非公開株とかね、を差し押さえはもうできています。もう差し押さえたものをですね、現金化するのに、ですね、うにゃ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 と、なぜか知らないけど、もう4年近くもですね、オリジナルの法治国家でございますから、機能しない。だから、原告の方々はまだ一銭ももらえていないわけですよ、確定判決を得たのに。で、それがですね、もうそろそろあかんやんっていうようになって、現金化するんちゃうのと。で、現金化されますと、日本政府はですね、あからさまなこれは条約違反であるということで、対抗措置を取らざるを得ません。まあ、なんでしょうね、まあ、軽いのから始めると思うんですけど、最初は、ビザなし協定の延長負荷みたいな、まあ、今、一時停止してるんですけども、それをその延長負荷とするとかって、実質的に何も変わらないですよね。ただね、日本がちょっと動いただけで、向こうはギャーッと反応しますんで、わーっと反応するして、ノージャパーンとか言って、またやる可能性があって、それが向こうの、ね、政権運営とも関係してるわけですね。
あのユン・ソンニョルさんをあいつらが死んじゃやとかって言うとですね、左派系、つまりムン・ジェイン、昔の大統領、昔ってちょっと前まで大統領やった人の一派が市民運動をガーッと起こしてですね、街頭に繰り出してですね、反政府運動を繰り出すということになるんちゃうかなと。あの今の左派ですね、ムン・ジェイン政権の人々、旧ムン・ジェイン政権の人々っていうのは今抑え込まれてますからですね、なんかこうはけ口が欲しくてしょうがないわけですね。だからこれを理由にガッとなるかもしれないし、ほんでまたそこでこうえげつないことが起こったりするとですね、これね、変な話、日本大使館って、ソウルにある日本大使館っていうのはものすごく虐げられてるんですね。おかしな少女像、少女像を前に置かれて、毎週水曜日に集会開かれて、ほんでまあガン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 日本で外戦車みたいなのでやられてると、まあ集会を開かれてやられてるというので、もういい加減日本も嫌になってるんですよ。かなり嫌になってるんで、で変な話、まあ、もうじゃあもう日本大使引き上げにしようかっていうぐらいのことを日本はやりかねません。でかといって向こうはそれによってね、ビビって譲歩するなんてこともできないんですよ、国民感情の上で。外務省、向こうの外務省の人なんか分かってるんですけど、でもまあでもあの国民感情で動いてる国ですからね、国民感情を忖度するというこうポジションまであるわけです。ポジションというかもうそういう役人までいるわけですからね、向こうの大統領府には。だから国民感情を無視できないわけであって、そうすると最悪ですね、だんだんと進めば日本と韓国の実質的な国交断交ぐらいまで行くんちゃうかなという感じがしますね。あのユン・ソンニョルさんが個人としてどうお考えかは分かりませんけども、あの親日派と言われるともう最後なんですね、向こうは。そのレッテルを貼られてしまって、それ確定するともう最後なんです。もう生きてもいけないわけですね。だからそれを避けるためにまた何かおかしなことを言うたりやったりする可能性は十分あるんで、今後ムン・ジェイン政権の時よりもですね、日本との関係は悪化しそうな気がします。再々言ってるんですけども、で、近々ですね、どうやらですね、向こうの報道を見てますと、この差し押さえ資産の現金化っていうのはなんかありそうな感じになってきましたね、最近。再々報道されるんですよ。で向こうってね、秘密を守れない国ですから、裁判所の方からもリークがあるんでしょうね。もうそろそろこれやんでとかいう感じで、それをメディアが聞きつけてですね、ギャーとまたそれをネタにしてるということではないんかいなと私は想像しております。多分ですね、それがあるという恐ろしいことになりますよ。まあ別にいいんですからね。日本の場合、お隣さんからその輸入するものがなければ国家が立ち行かんということはないんですよ。逆に向こうは日本から輸入しないと立ち行かんということがいっぱいあるんですよ。だからあの3年前でしたっけ、大騒ぎになったわけですけど、いやもう感情のもつれがもつれにもつれにもつれてですね、というか向こうだけの話ですけど、向こうの一人相撲がですね、もつれにもつれてですね、そういうことになる可能性は十分にありますね。むしろ1回ぐらいそれやった方がええんちゃうかなという気はしますけどね、私なんかは。はい。ということで、ユン・ソンニョルさん、今もだるまさんになってまして、対日関係で何も手を打てない。何か手を打つと、それをネタにですね、政権攻撃をされてしまうという状況になって、どうやらですね、日本との関係は、さらに、ユン政権になって、さらに悪化すると。いう土壌が今整いつつあるなという気がします。でこの差し押さえ資産の現金化っていうのはもう待ったなしになってまして、もうそれ初めてもうだって18年でしょ、もうすぐ4年になりますから、ほんまにそれが現金化できなければね、お前らほんまの法治国家まあ僕らはね、あそこが法治国家とは思ってませんけども、世界に向かってね、法治国家、自分たちは法治国家であるというふうに主張できなくなるわけですね、いつまでも現金化できないと。だから現金化するんちゃうんでしょうかね。いや現金化したら大変ですよ。で今民間で、この問題解決のための財団作るとかいう話出てますけど、多分あれも非常に現実性がない、実現性が少ないんで、多分あれもうまくいかないでしょう。とするともうひたすらそこに行くしかないということになりますね。おもろいやん、むちゃくちゃおもろいやんと
ネタは尽きないということでございまして、間もなく現金化されるその数ヶ月以内に、報道を見てますともう半年以内ですね、下手したら数ヶ月以内に やってしまうのかも分かりませんね。それで日本政府はどう対応するか、面白いやんという感じでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。